近松昭恵5月4日から1944年4月23日は日本の小説家、評論家、岡山県生まれ、本名は徳田牛太郎。17歳の時、工事と改名。露骨な愛欲生活の描写によって代表的な私小説作家の一人とされる。1876年岡山県和気郡富士の村、高原に生まれる。少年時代は、 石中梅や、渓谷美岩などの政治小説を好んだ。家は、代々農業を営んでおり、1892年、岡山県人城中学校に入学するが、翌年退学、1894年、父に、書き置き通を残し上京。慶応義塾に入るも父の旧姓により2ヶ月で、退学し、帰郷。1年余り家業に就く。その間、村井玄 尾崎き公泉教科等の難文学に親しんだ。1896年、小説家を志し、9月再度上京し、国民英学会で英語を、漢学史塾に小学籍にて漢学を学んだ。1898年、東京専門学校文学部史学科に入学。卒業後、坪内商用の紹介で、博文館に入社するも5ヶ月で退社。その後、 東京専門学校出版部に入る。1904年、中央公論の記者となるが、ここも7ヶ月で退社している。文壇デビューは、在学中の1901年、読売新聞史上の文学合表、月曜文学第一回、教科の注文帳を表すである。最初の小説は、食後。作家としての地位を確立したのは、別れたる妻に送る手紙や、黒紙を代表とする。 いわゆる常智文学である。1916年、赤木公平から、優等文学の作家の一人として攻撃された。赤木は、秋恵の作品を、低俗たる、古事記文学と評した。晩年は両目とも失明した。1944年4月23日、老衰と栄養失調のため、東京都杉並区の自宅で死去。改名は、作、宮城秋恵子寺 筆名の近松明恵は、近松門左衛門を慕うことから、近松、また秋の絵を好むことから明恵としたと言われる。また、初めは、徳田明恵を使用していたが、徳田修正と紛らわしいため改名した。東京専門学校時代に出会った、正宗白鳥との交友は有名。ありがとうございます。